日本科学未来館は科学技術を文化として捉え、私たちが社会の中で果たす役割について皆さんで考える場というのがコンセプトで動いています。多くの人がポケットの中にスマートフォンっていう何でもできるコンピューターを実は持ってるわけですけれども、人によっては常に仕事に追われている、自由な時間が持てない人もいる。新しい技術が世の中に普及していくのと合わせて私たちも変わっていく、成長していく。ロボットの進化も今もしかすると少しターニングポイントに来ている可能性があって、いろんな形で進化し始めているっていうのが今の科学技術の現状だと思います。2020年にオリンピックが開催されるわけですけれども、多くの外国人の方々が日本にいらっしゃる、東京にいらっしゃる。そこに例えばインフォメーションテクノロジー ICT だったり、あるいは AR といったような形で文化の違いだったりとか、コミュニケーション、言語の違いっていうのをあまり意識せずに自由にコミュニケーションできるような街になっている可能性があります。ハドというのはウェアラブルと AR を使って魔法を放ち合って戦うというゲームになっています。体を使って実際にフィールドを自由に動き回って戦うと、でかつ仲間と一緒にこう協力し合って、まるでスポーツのように戦うというのが大きな特徴です。言葉いらずにどんな国の人たちとも、どんな年齢の人たちとも一緒になって遊べるという、そういう特徴ですね。小さな頃からこうアニメとか漫画が大好きで、ドラゴンボールとかよく見てました。その中でやっぱりどうしてもこうカメハメハが打ちたいっていう思いが強かったんですね。ある意味、例えばカメハメハを打つというのは身体を拡張する一つのやり方だというふうに思ってまして、自分自身を手のひらから放出するわけですよ。技術を使って身体の拡張を可能性を広げていくっていうのが僕のやりたいことです。例えばこの部屋全体を自分のものにすることもできるだろうし、この街全体を自分のものにすることもできる。僕らはこの IT を使った新しいスポーツジャンルをテクノスポーツって呼んでます。今例えばスマートフォンだとかいろんな電子デバイスが普及していることで、これまでと違った展開はできるようになるかなというふうに思います。誰でも参加できるようになるっていうのが一つ。あとはもっとスポーツっていうのがどんどん身近になってくると思います。私たちの暮らしをただ豊かにするという願いだけで突き進んできた結果、地球温暖化だったりとか人口問題、それから食料問題といったように人類を滅ぼしかねない様々な地球規模課題がたくさんあって、どうにかしないと人類はこれから生きていけないわけですけれども、どういう未来だったらそれが実現可能なのかっていうのを考えた上で、それに必要なテクノロジーだったりイノベーションというのを起こしていく、そういった考え方で今後科学技術を進歩していく、そういう未来がこの後必要になってきます。